おはようございます。2012年2月10日金曜日6時5分になりました。金曜日ですね。もう2月も、今日は10日ということで、まあ明日の祭日なんですけど、まあ土曜日土日休みっていうとこ多いんでね、あまり関係ないのかもしれないですけど、だんだん最近はね、そんな感じですけれども、寒さもちょっと一段落しつつあるような感じで、平年通りの寒さなんじゃそりゃっていう感じですけれども、まあドカ雪になったりね、めちゃくちゃ寒かったりするのがちょっとまあ緩むような感じで、これからまあ暖かくなってくれればという感じですけれども、さて今日はですね、ちょっとニュースを2つピックアップします、というのはですね、なんかすごくこの矛盾してて面白かったんで、取り上げ方が、まず一つ目、こちら、IT メディアニュースから見ていきたいと思いますが、子どものスマホをリモート監視、シマンテックが Android アプリを無料公開ということで、まあ要はスマートフォンが広がってきて、いわゆるガラケーですよね。ボタンのついてるガラパゴス携帯っていうようなものがもう手に入りにくい状態になってますよね。ほとんどがもうスマホばっかりになってきてて、でそうなってくるとなかなかね操作が難しくて親の方も追いつかないと。でも子供はですね、だん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 もうどんどんこう使い倒していくので、親の知らない使い方っていうのは次々やっていけるわけですね。でさらにいろんなアプリがこう広まってるんで、そのいろんなものを突っ込むようになってきて、もう何をしてんやろこの子はっていうような不安になるっていうね、親の。でそこで、まあ、シマンテックがその Android の、リモート監視できるもので、要はこいつをインストールしておいてやると、子供がどんなウェブにアクセスしてるかとか、そんなのをパソコンの方で確認できると、サーバーの方にそういうデータが残るんで、まあこういう管理画面があって、そこにどこにアクセスしたよとか、そんなんがあったり、あと、キーワード登録するとそういうもののサイトに、まあ例えばアダルト系のサイトとかに行こうとすると、アクセスできませんっていうのをロックできるというようなものをこうね、無料公開してますよということなんですけど、まあこれいろいろあると思うんですけどね、そのこれまたカレログみたいに利用されるのちゃうのっていうのもあるんですが、その一方こっちがちょっと面白いニュースだと思って、こちらはですね CNET Japan の方からです。これ全部画面見えるかな、ちょっとこうした方がいいのかな、一緒か、じゃあちょっとこちらでいきましょう。買い与えたはいいが、親の6人に1人は子供のガジェットを操作できずっていうことで、これまあ元ネタはイギリスみたいなんですけども、要はスマホとかをね、子供に買い与えたはいいんやけど、親の方が操作できへんから、何をしてんのかがさっぱりわからへんと。さっきのは子供が勝手になんかいろんなところにサイトにアクセスしているのが不安やっていうので、そのリモート監視のソフトを入れるようにできるよっていう話なんですけど、今度入れるにも今度その何がどうなってるか親の方が分かりませんみたいなところになってるっていうんで、こうなんかこのね、相反する矛盾したような、これをしたくても、要は無料監視のソフトを入れたくても親がよく分からんかったら入れれへんやんとか、そもそもねそういう操作がパソコンでリモートの監視とか譲られたって何をどうしたらいいのみたいなことになってる可能性もあるわけですよ。まあこのあたりはね難しいところで、その考えてみるとですね、企業なんかでも同じようなことがいっぱい起きてて、昔からですね、いろんな、ありましたよね、ペーパーレスオフィスだの、昔の話ですけども、オフィスオートメーションとかね、社内イントラネット、社内イントラネットって言うのおかしいな、イントラネットとか社内ランとか、あと最近だとクラウドとかね、社内ソーシャルネットワークとかね、そんなグループウェアみたいなのもありましたよね。そういうのがいろいろあったんですけど、あったとか言って過去形で言っちゃってますが、
結局ですね、その経営者もよくわからないんですよ。それで一体何ができるのか、どう使うのかがよくわからないまま導入して、で社員とかはもうなんだかよくわからないから適当に使ってたりとか、あるいは使わなくなってしまったりというようなことになってて、で当初の経営者の目論見とは全く全然うまくいかない、投資効果がうまく得られないっていうのが圧倒的大多数の企業さんのお悩みということで、まあ私もいろいろね、そういうとこ見てきました。で、いやもうやめたらっていう話をいっぱいしたんですよ。そもそもそれ意味ないじゃんっていうね。で、だからその辺は、なんていうんですかね、こういうその親が子供のアプリを監視したいとか、その何にアクセスしてるとか監視するとかいうのも、一つなんですけども、ただこういうね、技術論でその監視するとかテクニックで監視するとかってやってたって、いくらでもその抜け道とか、使い方の変化とか、そのどんどん新しいアプリとか出てくるんで、そんなもの片っ端から親が追っかけるなんてできるのかって言ったら不可能ですよ、そんなことは。はっきり言って、で子供たちは子供たち自分たちのルールで新しい使い方とかを考え始めるんで、それはどう頑張ったって無理なんですよね。でそういうその技術論でこうやろうとすること自体がそもそもの間違いなんですけど、分かりやすいから確かにそうしようとするんですけども、そうじゃなくって、その本質的に子供のもっとそれを使おうとする気持ちの方ですね。子供が なぜそれに興味を持ってどう使おうとしてるのか、どうしようとしてるかっていうところの方をしっかり見なきゃいけなくて、なんかその状況として何を使ってるかとかどうしてるかって、そこばっかりにこうフォーカスしてしまうと、全然応用が効かない、根本的なところで間違ってしまう可能性があるんですね。でさっき の企業がいろんなツールやらそういう仕組みをねこう取り入れようとするんですけども、仕組みを取り入れたからっつって必ずしも良くなるわけではなくって、そこのベースの部分ですよね。どんな気持ちで仕事に取り組むのかとか、どんな気持ちで会社を運営するのか、どんな気持ちで毎日働いてるのかって、そこの根っこの部分がしっかりできてないと、どんなにいいシステムを入れようが、どんなにすごいものを使おうが、全くうまくいかない、ね。だからそこが本当は肝心なのであって、なんかどうもね、技術的にやるとなんかできるんじゃないかっていう幻想を抱く方々が多いので、ちょいとね、そこはね、違うぞって私なんかすごく思うんです。だからいろいろ親で心配な方もおられると思うんですけども、そこはちょっとね、あんまり技術でこう、なんとかしようとかすると、全然違う方向に向かっちゃうぞっていうことは、ぜひ、どっか、頭の片隅に置いといていただければなというふうに思います。さて、そんなところでもう6時12分13分になりましたね。ということで、今日ちょっとね、ちょっとずつ、春に近づきつつあるようなところなので、このね、眠くなってきますけど、その辺も気をつけながらということで、今日は週末の金曜日、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。